結城かおると小川たけるの好きです歌謡曲。結城かおると小川たけるの好きです歌謡曲をお送りいたします。当番組のナビゲーターは私結城かおると小川たけるでお送りいたします。皆さんご機嫌いかがでしたか。それではゲストコーナー、アスタエンターテインメントの藤川敏夫さんをお迎えいたします。藤川さん本日はようこそいらっしゃいました。こんにちは、藤川敏夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではですね、早速藤川さんの、新曲の方のご紹介をご自身の方からお願いしたいと思います。ありがとうございます。2017年3月1日より発売されました二人の絆、そしてカップリングに女見れるだけ、ユニバーサルミュージックから発売されておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは藤川さんの新曲についての発表会とか何かこうございましたらお話聞かせてください。はい、はい、今年の6月の中頃にですね、川越の、西文化会館というところで、新曲発売をさせていただきました。あの川越というと藤川さんのご出身が、そうです、川越なんです。地元でこう、新曲をできたっていう発表をされたということで、はい、いかがでしたか、こう地元の方々の反応は。そうですね、まあ、あの地元の人たちがね、たくさん集まって、聞きに来ていただきましてね、でまたあのゲストのたくさんの方に来ていただきまして、盛大に終わることができました。あ、よかったですね。はい、またごめんなさい、個人的な話なんですけれども、お山をされてらっしゃる。はい、そうなんです。あのプロフィールを見させていただいたら女形を、僕もちょっと実は女形をかじらせていただいてるんですけど。あ、そうですか。それも発表会ではご披露されたんですか。やはり女形のかつらをかぶりまして、お山でこの二人の絆の、踊りも披露させていただきまして、やっぱり歌について女性の気持ちをこう理解し、曲の中にこう溶け込むためにはやはり小山の気持ちっていうのが大事と思いまして、やっております。はい、じゃあもうファンの方々は歌う藤川さん、踊る女形の藤川さん、2つの魅力をこう見ることができた発表会っていうことですよね。あ、そうですね、はい、いや楽しそうな発表会でした。良いでございます。ありがとうございます。それではここで藤川敏夫さんの新曲二人の絆、そして女未練酒を続けてお送りいたします。この世の縁西に結ばれて、二人で流れる愛の川、赤にまだまだ遠いけど、いつもあなたがそばにいる、ついて行きます。
悲しい駅裏酒場、あなた思って飲むお酒、惚れた女の惚れた女の弱みでしょうか。今日も夢見て待つ私、ああ弱い女の未練酒。花よ、あなた思って火が灯る。一人ぼっちで、一人ぼっちで、グラスの酒に。今日も夢見て春を待つ。あが惚れた女の未練酒。恋して一筋待つの、一人寂しく飲んでます。添えぬ定めと、添えぬ定めと、諦めきれず。今日も夢見て待つ私、あが忍ぶ女の未練酒。本日はいかがでしたか。藤川さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。今後とも各方面でのご活躍お祈りしています。はい、ありがとうございます。応援よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは引き続き小川武君からのお知らせです。はい、はい、私小川武、2016年12月9日に発売させていただきました最新曲中野ダンシングもう一度愛を、こちらを今も頑張らせていただいております。はい、それでは私ゆうきかおると、本日のゲストの藤川敏夫さんの、今後の活動の報告をさせていただきたいと思います。それでは藤川さんどうぞ。はい、ありがとうございます。今後の活動でございますが、11月に明治座の方も決定しておりますので、その間の間ですけども、地元の歌謡カラオケの発表会とかそういうのでゲストで随時出ておりますので、ぜひ近くに寄っていただければ、一緒に応援していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私ゆうきかおるは、相変わらずゲリラ出演しておりますので近況報告はあまりないんですけども、 YouTube も見ててください。何かヒントがあると思います。よろしくお願いいたします。
それではここで私小川武の最新曲、生為明彦先生作詞作曲の中野ダンシング、私本人出演のプロモーションビデオをご覧いただきます。どうぞ。嘘じゃないのよ今夜は、あなた任せの夜なの、甘えてみたいの、あなたの胸になぜだかたまらなく、切ない私です。最終電車も出るわ、気にしないでね。中野あなた知ってる北口通り、中野ダンシング恋のチャンスはいつもの店で。ダメよと言ってみた私だけど、心の中では酔わせたいあなたを、でもダメ弱いのよあなたの誘惑が。黙って踊っていてね、溶けてしまいそう。何かいいことありそうなこと、中野ダンシング恋のサインはいつもの店で。時をいつもの店で、中野言葉なんかはいらない気分、中野ダンシング、このひとときをいつもの店で。中野ダンシングでした。それでは引き続き私結城かおるで、江戸山口さん作詞作曲、本2017年4月5日発売の秘密の花園をプロモーションビデオでお送りいたします。お聴きください。秘密誰にも秘密を持った女は綺麗になるの。
たに会えて変わりました。今までの人生振り返り、喜び知らずに生きてきた。かわいそうな女を知りました。ひとりねの夜も寂しくはない。あなたに抱かれる秘密があれば、女を取り戻すことができるのです。夫に内緒、子供にさえも友達だって内緒です。うつくこの胸、この体、恋に身を焼く女を知りました。でこくる口実どうでもなるわ。あなたに抱かれる秘密があれば、女を取り戻すことができるのです。秘密秘密、誰にも秘密秘密を持った女は綺麗になるの。枯れ木のままで暮らしていたら、咲かずに一生終わるのよ。髪切れ一枚重みに泣いて、我慢するのが人妻だなんて、自由にしてくださいな。あなたに抱かれる秘密があれば、女を取り戻すことができるのです。求めるたびにふるさとが遠くなる。親に背いて捨てたあの町、
涙が出るほど懐かしい。秋になったらタバコをやめて、お前と静かに暮らしたい。街の外れのいつもの店で二人のボトルを開けました。曲がり角、離れられずに、ふるさとが遠くなる。親父がくれた銀の時計を見つめていたら悲しいね。拗ねて背いた世間の風が、今夜はやけに冷たいよ。情け無用のこの世の中で、この夢だけは叶えたい。曲がり角、秋になったらタバコをやめて、お前と静かに開けました。人生半ばの人生半ばの曲がり角、瞳に何が映っているのだろうか。
教えておくれ。答えはいつも秘密だという。唇に指押し当てたまま、受定君、受定もう僕の心は張り裂けてしまうよ。受定君、受定今誰よりも君愛してる。いつか突然君がどこかへ見失うのは耐えられないよ。どうかどこへも行かずにおく。明日のことは微笑むばかり。受定君、受定もう僕の心は泣き出してしまうよ。受定君、受定今誰よりも君愛してさんで曲がり角、そして福本慎一さんでジュテーム、2曲お送りいたしました。視聴者の皆さんいかがでしたか。結城かおると小川たけるの好きです歌謡曲お送りいたしました。ではたけるくんお願いします。はい、当番組に出演されたい方々いらっしゃいましたら、ぜひ番組の最後に放送が流れますので、そちらをご覧いただければと思っております。皆様の歌手活動の PR、 そして新曲報告など、ぜひぜひこの番組を活用していただければと思っております。それでは次回の放送まで皆さんさようなら。さようなら。知ってる北口通り、中野中野ダンシング、恋の
チャンスはいつもの店で」